構下の方に固まっているのでかなりやりづらいですね。こんな感じにした方がいいかな。どう思う？これでいけるかな。網を下から上にガバーって持ち上げていったって。こんな感じ。書き入れながらもう上に上げて、上に上げていく、うん、では行きたいと思います。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今日は5月の23日です。師匠から開放数が分布したという連絡をいただいたので、今急いで週末予報所の方に向かっています。週末予報所の分布時期は4月の上旬から中旬くらいなのでもう終わっています。この時期の分布は夏分布といって、春に分布した群れがまた分布するんです。今日分布した開放巣も春に分布した新しい群れです。今回は夏分布の強制捕獲をしようと思います。それではスタート。はい、こちらが分布蜂球です。元の開放巣から10メートルくらい離れたところに固まっていました。木の根元のところに集まっているのでちょっと捕獲しづらそうな感じですね。孫分蜂にしては結構大きい蜂球な気がします。分蜂してからもう 1,2 時間経っているので早めに捕獲したいと思います。捕獲の準備が整いました。こちらはいつもの捕獲セットです。重箱を台にして鉄製台を載せています。その上にスモン枠を載せて、でこちらがこの網が引っかかるようにこんな感じの枠を載せています。こちらはいつもの玉ねぎ袋ですね。玉ねぎ袋の縁にワイヤーを通しています。この中にこのハケでほうきを取り込んで口をワイヤーで閉じてこの中に入れます。そしてこちらに用意した重箱をこの台の上に乗せます。それではそこまでやっていきたいと思います。今回の群れは結構下の方に固まっているのでかなりやりづらいですね。こんな感じかな。いつもはこんな低いところじゃなくて木の高いところとかこのくらいの中くらいのところに集まることが多いんですが、今回はなぜかこんな低いところに固まりました。元の巣の開放数からここまでの間にいい感じの木が何本か生えているんですが、そこを飛ばしてなんでここに集まったのかは謎ですね。では行きたいと思います。ちょっと待って、こうやると網のだいぶ手前に落ちちゃって飛び上がって大変なことになっちゃいそうなので、もうちょっと網をこう手繰り寄せてこんな感じにした方がいいかな。どうだろう、どう思います？これでいけるかな。網を下から上にガバーって持ち上げていった。こうやって、うん、こんな感じ。こう書き入れながらもう上に上げ、上に上げていく、うん、はい、では行きたいと思います。3、2、1、おりゃすごい、いっぱいいるな、大量。うわ、すごい、こんなにいるんだ、すごい大群です。よいしょ、
そう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 。こんだけいると、さすがに、大変です。わあ、もう登ってきてますね。待って、まだ早い。はい、これをここの台に入れて巣箱乗せていきます。蓋もします。準備ができました。それではワイヤーを外したいと思います。はい、蜂球があったところに蜂が少し残ってしまっているので、今度はこの白い網で捕獲して、さっきのオレンジの網と交換して、この残った蜂たちも巣箱の中に入れたいと思います。いきます。全然捕まえてられなくない？あんまり入らなかったのでもう一回やります。
はい、網の中のハチがだいたい入ったので、網と枠を外して底板を入れて、このままここに設置しておこうと思います。底板を入れます、はい、飛んでいるハチたちがどんどん巣箱の中に入っています。お尻を高く上げて、羽を動かして、フェロモンを飛ばして、ここだよって仲間に知らせる旋風も見られますので、この中に女王蜂はいるんじゃないかなと思います。蜂球があった場所にはまだ少し蜂が残っていますが、さっきより減っているので、徐々に巣箱の方に飛んでいくと思います。なのでこちらはこのままにしておきます。はい、捕獲してから1時間くらいが経ちました。木の幹に残っていたミツバチたちももう全員入ったようです。この群れは後日移動させますが、とりあえずここに置いておくことにしました。雨よけとして屋根を取り付けます。以上がカイホースの夏分蜂、孫分蜂の捕獲でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が面白かったら高評価やコメントもお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。